この時さ、あの夏休みも込みだから割と時間があるから買い物とかもしててさ、うんうん、あの時小山がさ、うん、指輪買ったの、うん、ティファニーで、うん、自分で、うん、なんかそれを持ってるというか身につけてると幸せになれるで買ってテンション上がってつけて、でその直後にまだ時間あるしプール行って、そしたらもう一撃でなくしたんですよ。何何言って騒ぎ出した。切れたのか揺れ、あのなんか鎖っぽいやつだったの。あ僕見てないですもんその指輪。本当もう数時間でなく、ね、全然幸せになるんだ。出てこない、出てこねえんだ。でその後オーストラリア編、これも日村さん、はい、私が映画の挨拶、はい、そうです、そっちもそれと一緒にこう行ったという。あペチャウサギもね、はい、そう行く前のあれで買ったやつだ。そう、あこのビッグカメラで、あそうでグアム、うん、グアムが日村パレードっていう、僕すごい一番好きなエンターテイナー。今までの早々たるキャラ、夢のような。埼玉っちも来てくれてた、ね、埼玉すごいよ、このグアム良かった ね、 かったね、バギー、バギーも楽しかった。水槽に宮崎さんいたろ、ここだから。びっくりしたね、一番驚いたかもしれない、この番組史上で。ラジオやってないのにそのためだけに来てもらいました。あそうラジオやってないんだ。そうか、あで香港、はい、ここで金買ったんだ。そうだよね、これも買いましたね、金も、これ香港で買ったやつ。ああそっか、はい、集大服で、お集大服だよ ね、 ね、僕たちの集大服。で最後がハワイ。そうです、これがラストのハワイ。そう、はい、うん、ハワイヘンザファイナルって言っといて、うん、またハワイ、そうだね。でここがなんかあのお互いの良かったのを出し合って、そう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 、で1位がスカイダイビングっつったら天気でできない、天気できない。そうそうそう、まあ、天気に恵まれなかったね。そうだね、そうですね、いろいろと、うん、スニーカーたくさん買ったりとか、うん、そうですね、そう買い物した。かき氷屋もうまかった、あれうまかった、あれうまかった、うん、そうですね、あそこあれうまい。でこうバナナ TV いろいろこう長いことやっていく中で、はい、まあ、いろいろこうスーツケースの中に、まあ、いつも僕たち荷物多いじゃないですか、うんうんうん、スーツケースたくさん持ってって、うん、なぜか毎回持ってってたものみたいになるんで、そうこの、はい、これも写したことあるんでしたっけ、これ絵はないかもしれないですね、このこういうみんなのカッティングね、カッティングシートで作ってくれて、はい、みんな何個かこれバッグがねザッと並んで恥ずかしいっていうね。本物いますからね、うん、スーツケース、え今まで持ってったけどほとんど使ったことがないと思う。開けていいんですか、はい、よっ、持って何入ってるの、で開かないんだよね、あ、ここでこうだね。おっと、よっ、よいしょ、あなんかいっぱい詰まってんな、こっち、こっち、おっ、いくよ、はい、これあげ遊びのやつか、なるほどなるほど、こんなの使っ持ってってた、そうなぜかこう黒ひげ危機一髪なんか使えんじゃねえかっつって、トランプは持ってってましたけどね、トランプもだってあの運命を決めるトランプ、そうだやった。まあ夜遊んでたのもこれね、はい、うん、こんなのあったんだ、毎回持ってなぜかこう黒ひげ危機一髪なんかで使えるんじゃないかって、ああそういうように、でも使えたかもね、一回も出すタイミングなくていつもこうスーツケースの中しまっちゃってたんで、へやる？やろう。なんか決めようよ、じゃあこれをやることやるにあたってさ。ああ出しちゃった方がじゃあなんか罰ゲームみたいなのあるの。それは日村さんがいつ倒れてもいいような酸素止め。えそういうのも持ってって。持ってってすっげえ。何どうする。鼻眼鏡もなぜかこう毎回なんかですか、これ使ったことないよ、これ結局使ってないか一回も、ちょ負けた方がこれで面白いことする、あーすごい、結構罰ゲームです、これで面白いことやりなさい、こんなもんだな、これバナナ TV。 まーい、出た方負けね、いっちゃうよ、いいの先行でこういうのまず俺勝てねえんだよな。近いってことで、えあら佐々木さんの誕生日プレゼント、お前のドンペリーだ、まあ、今さんへ、は俺に、
予想何予想何予想この重さは音でしたね、確かにいきなりこぼしちゃって申し訳ないよ。